はい、皆さんこんばんは、大井翔と申します。ドールズフロントラインやっていきましょう。今回はね、前回ちょろっと言った8月18日から始まっているイベント、ほら今出たけど夏のきらめきっていう、このイベントをですね少しだけ紹介したいなと思います。あと他にもね、でまずね、ドールズフロントラインのキャラクターにはいわゆるスキンっていうものがあるらしくて、まあどういうことかっていうと、この今着てる衣装っていうかキャラデザーを変えるためのそういったものがあるそうです。で現在そのイベントの一つの一環として95式自動舗装と、あとワルサー2000っていうライフルのスキンが今発売してるらしいです。で95式自動舗装のスキンを早速購入してみました。ちなみにこれ購入するときダイヤって言って、まあ要するに他のソシャゲと一緒で石だね、石を使って買うことができます。もちろんこの石は課金できるんで、まあ早速課金しました。2400円でダイヤ、確かね、あのスキンのパックが2460いくつだったかな、忘れちゃった。完売っていうところ、完売でも値段が見えなくなっちゃったからよくわかんないんだよね。あ、書いてあるわ、2468ダイヤだね。で要するに2468ダイヤを集めるためにこの2400円のダイヤ2400個セット買いました初めての課金だね。課金した瞬間にこのカリーナちゃん触って、このウヒヒヒヒって言ってドルの目に変わった時は、俺はね、この子をね、空砲かなんかで撃ってやろうかなって思った。金の買い方自体自分も初めてでよくわかんないんだけど、なんか宿舎でに行って、でちなみに宿舎っていうのはなんだろう、こんな感じで 3D のねチビキャラたちがまあくつろいでる様子をこうやって眺めることができるって感じですね。ほら、こうなんかあの懐かしのアスキーアートみたいな感じので会話したりするんだけど、あとこういう感じでほら、こう指でね、今これ指でこの子のキャラ撫でてんだけど、こんな感じで撫でるとこういう風に移動させることもできる。ピョーンってね。ほら、こんな感じで触るとほら、ほらこういう風に会話ができる。やりますね。やりますね。ごめんなさい。まあ要するにあれだね、デレステやってる人だったらわかるかもしれないけど、デレステの事務所と一緒だね、事務所。マイ事務所みたいな感じかな。で、スキンがどうやらここから、こんな感じで変えられるらしいんだけど、なんか解放されてないっていうね。ああ、わかった、なんとなくわかった。収納庫っていうこの一番右下にある、ここをクリックして、このギフトってところをやると選べるらしい。ほら、なんかいろいろあるね。俺、9A91 の弾丸カフェ、あ、こんなんあるんだ。へえ、まあ、これはいいや。あったあった、これスキンギフトだね、これ。ほら。夏のセミの声。これだ。これが95式自動舗装のスキンだ。じゃあこれを送るってやりゃいいのか。あ、送れる送れる。これをこうポンと送ると。はい。お、送れた送れた。これでスキン変えられるんだ。おお。お、お、お、お？何これ、すげえおっぱい。え、ちょっと待って。え、やばくね？え、待って待って。え。え、ちょっと待って。キャラステータス画面にて、はい。おう。え、ちょっと待って。ポスター獲得したぞ。え、ちょっと待って。やばくねこれ。え、ちょっと待って。すげえムラムラしちゃうんだけど、これ。え、ちょっと、やばい。え、やばいわ、これ。ちょっとごめんなさい。ちょっと、一回録画切って、ちょっと行ってきますわ。さて、撮影の続きいきますか。まあこんな感じでね、キャラクターはですね、こういう風に固有でスキンを変えることができるっぽいですね。銃本体がなんか今床になんかくくりつけられてるみたいな感じになってるけど、すげえな、おい。これ2回くらい行けたわ。さて、じゃあイベント本ちゃんの方行きますか。まあどういうイベントかっていうと、なんかボスキャラと呼ばれるキャラを倒すと、なんか狐のお面っていうのが手に入って、それを一定数集めるとなんかアイテムとか、あとはそのイベントキャラと、イベント特有のキャラと交換できるっぽいです。で今自分が解放できてるのがるボスがこのスケアクローしかいないんで、とにかくこれに行くしかないって感じかな。はい、命令通りに行動開始です。あー、かわいい95式89式とかもね、実装してほしいな。俺発見しました。日本軍の銃って100式しかないのかな、今。なんか日本の銃とかも、ね、追加してくれるといいんだけど。
はい、なんかあれからかなりやったんですけど、1個も出なくて、あれどうなってんだよって思ってチラッと見てみたら、はい、あのこれイベントの概要なんですけど、まあこの6つが、まあ狐のお面が手に入る任務らしいんですけど、ステージの各ボスを撃破するたびに狐のお面が12個手に入ります。また狐のお面を獲得できるのは各ステージ1日1回までです。はい、俺この動画撮る前にもう確かに手に入れてたんですよ。じゃあ出ねえよ、そら出ねえわ。まあ要するに狐のお面ってこういうもんです。こんな感じのこのベーシックなね、なんか 白い狐、白子っていうのかな、わかんないけど、でこの狐のお面を、まあ、200個集めると、ほれ FN57 っていう子が手に入るんですね。あの言わずと知れた P90 が使ってる弾を撃てるハンドガンですね。結構知ってる人もいるんじゃないかな、有名な銃だし。まあ要するに指定のボスを倒して狐の面を手に入れて、まあ、200個集めてこの57を手に入れようぜっていうのが今回のイベントですね。まああとはこれが手に入っちゃった後はね、例えばこのカリーナちゃんのスキンとか、多分浴衣じゃないかな、これ見る限りだと。まあ浴衣だとか、まあ他に家具だとか、あとコインとかね、あったりするらしいんで、まあ狙う人はこれを狙ってみるといいかもしれないです。例えばちょっと前回ねできなかったことがあって、これあのスキンガチャやってみようかなと思って、ほらスオミのさ水着とかさあるんだよ。これが当たったらでかいでしょ。もうダブルおっぱいだよ、ダブルおっぱい。もうねあれだよ、清掃空っぽになるよ、こんなことされたら。というわけでちょっと今回これ引いてみましょう。あの建造ちょっと しばらくやりたくないんで、建造しない代わりにこれをちょっと一回やろうかなって思います。じゃあやっていきましょう。おお、すげえ、ガチャ演出こんな感じなんだ。こいつが空から降ってきた時、誰もラピュタの存在を信用しなかったぞみたいな。ごめんなさい、嘘です。おお、いっぱい出るね。これはあれか、スキンは当たってないのかな。これはあれか、普通に家具が当たった感じか。ほう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 。あでもあれじゃん、星5とか2つ出てるってことはさ、結構いい感じなんじゃない。これはアイコン、あブレン、あブレンが手に入った。えこれ、あこれはあれか、獲得式は引き換え券が1つ。あオッケーオッケー、引き換え券が手に入るんだ、11個。ああなるほどね、これあれ、あそういうことか。ガチャを何回も回して引き換え券を大量に手に入れて、その後にスキンと交換できますよってやつか。じゃあこれあれか、じゃあスキンが欲しいんだったら、いくらか課金すれば確定で手に入るわけか。へえ、まあちょっとお金ピンチだからあんましたくないけど、まあとりあえず適当にこんな感じにしてみました。まあ海が見える方がいいよねっていうことで。まあというわけで今回はね、軽くイベントの紹介ですね。自分自身まだ始めたばっかりで全然進んでないから何にも紹介できてないけど、まあ進捗報告って感じも兼ねてね。というわけで今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。